はい、こんにちは。今回は、目の使い方というテーマで、世界のトッププレイヤーの、それぞれの目の使い方がみんな違うように見えます。どれが正しいということではなく、自分がどの見え方が得意かということになると思うんですが、私は自分のプレイの上達のための練習はしたことはありませんので、要は、弟子たちが上達するためにはどうすればいいかという研究をしてきました。これが人間工学的考察なんですが、目の使い方について、20年かけて、おおむね晩年にですね、この目の使い方に執着したのは、おおむね掌握できました。両目で正対してみるという見え方のプロもいます。それから、右目だけ、右目の下に球があるというようなプロもいます。または、左目の下に球があるというようなプロもいます。要するに、世界のいろんな人間ですから、いろんなプロの人がそれぞれの見え方、得意な見え方を練習によって構築していったのであろうと思いますが、それについて、すべて、おおむね3種類、付随説明として4種類あります。この4種類をすべて掌握して、因果関係も説明がつくように言語化をしてきました。なので、ここで、皆さんにお伝えしておきたいと思います。今、4つあるという言い方をしましたが、その他に今度、片目に眼帯をかけて、例えば、事故で片目失明した方ということですね。この方の目の錯覚がどうなっているかというところを右左眼帯かけてやってみると合計6種類の見え方になります。これを今からちょっと説明させていただきたいと思います。まず最初によく言われるのが真後ろに正対して立って、ボールの方向を確認しそのイメージボールですかね、というところに向かって打つというようなことを聞いたことがあると思います。これをやると、まあ、これ、両眼視という言い方で、ここでは、お話ししておきます。両目で見るということですね。その時に、両目で見るにも、3つの種類があります。正対して見てるので、顎の下に球があって、両目が右目、左目ということで、挟んでますね、球を。ここで見てると、この見え方だとどうしても球が、確認作業を片目つぶりながらやると左右に多少ずれてます。要は2本見れてることになります。人間は両目があるので、2つあるので、どうしても、二つの映像を合成して確認しているということになります。はい、これが両眼視の正解です。次に、両眼視でも、指名でつくという方がいます。と、プロもいますね。そうね。これ今から両眼視なんですが、左目メインでつきます。両眼視の左目メイン。次に、両眼視だけども、右目メイン。これ、右目メインですね。これなんでそういう風になるかということなんですが、二重に見える、球が二重に見える、二本に見えるというところで行くよりも、一本に見えるようにした方が、
狙うというライフルを狙う銃口の先を向けるという意味では一本の方が、精度が高いであろうというふうに感じます。常に2本見えている状態でやると正対してやるやつですが、どっちの2本見えているどっちが、まっすぐ向いているのか正しいのかというような錯覚を起こしやすいということで、この片目あ両眼視の面右目面ということでやると、まあいらない情報左目の情報をできるだけ使わない右目だけの情報で今やります。このできるだけ片目の情報を極力消すという作業が、この両眼視のメインを使うというやり方。今度左目メイン。この場合はできるだけ、キャストが一本で確認して、ます。右目、左目でやってますから、右目の景色を極力消しているというニュアンスになります。これが、両眼視の中の主眼、副眼という言い方のやり方です。右アングルですね。この右アングル、これが四つ目ということになりますが、両眼視で右アングル、右目だけでつくという場合、通常は両眼視ですから、向こうを左側の目、副眼が確認しています。なので、このまま右目主眼で、自分の狙いたいターゲットポイントであったり、イメージボールであったりというところに見て、左目は向こうのフィールドを感じています。これが、四つ目というお話ですね。ところが、人それぞれ視力の違いがあったりしますから、例えば、左目を失明している方、または失明に近いぐらい視力がない方は、この場合、主眼が球と的球までの距離を見てますが、副眼が、視力がなくて見えづらいという場合、この場合、右目だけで両方感じる作業が必要です。この時に副眼側にほんのちょっと寄るというところから行くと、これが完全に右の方、ほっぺたから、右の方から、横から出ているように球を感じます。球が横から出ているように感じます。ですが、右目だけで、この球と向こうの景色を確認するために副眼側に寄せると、アングルが片目だけで見えます。これが四つ目という会話になります。なので、この反対側、視力が、左目の視力がない場合、視力がある場合は別ですが、片目の視力が著しく弱い場合は、片目だけでついている可能性はあるということです。なので、これ左振りですが、右目で目、今右目の例えでやってますが、右目で見る場合、これ副眼側の役目をしているので、球と左方向にあるカップのアングルですね。このアングルを同時に捉えてる場所に今右目を置いてます。で、感じ取れてるのでそのままつきます。はい。こういうことで、片目だけでつくというのは、そういうふうに
左右の振りの時にほんの少し位置をずらして景色としての折れ曲がっている屈折感を補助できますということです。なので、これを大げさに考えると片目に眼帯をしてやることになります。片目に眼帯をしてやることになります。これが四つ目の話というところに属していきます。今、右目しかないので、右目で球とイメージボールの位置、またはターゲットポイントの位置に右目で見てます。この場合、左目がないので、複眼側の仕事ができません。要するに向こうがアングル的に、目が感じづらいです。なので、この状態でちょっと左目の方に寄せてやることによって、この右に折れてるアングルの屈折した景色を片目だけで感じ取れるようになります。イコール大げさに右頬の前に球が来てくるというようなニュアンスになってます。はい、これが、片眼視という言い方になります。これ反対の振りになると、今度は、この場合、右目自体が複眼視の位置なので、目標方向、カップ方向は、景色として捉えやすい位置にいます。なので、このまま、球を見ていったときに、球の真上ですかね、に、右目を置きに行ったときに、向こうもアングルとして視界の中に入っているので、この場合はそのままついて大丈夫です。はい。これが、第四の見え方ということになります。その錯覚を打ち消すのが今、ちょっと位置をずらしたということですね。向こうの景色を捉えるための、片目だけで、アングル、逆目でやります。片目だけでアングルの景色を確認できるということになります。これ右に折れてます。右にアングル、右のアングルっていうんですかね。この場合左目で引きますが、この場合複眼側で見てるわけで、なので通常通り、球をターゲットポイントに向けてても、左目がカップの方を確認できる景色ということになっているので、そのままつけます。はい、次に今度、左に折れてる球ですね。左にアングルしている球です。この場合は、複眼側は右目なので、向こうを確認する目が今ないんで、左目でついた場合、目標方向を感じづらいです、景色として。なので、複眼側に寄せます。寄せます。そうすることによって、片目だけで、向こうも景色として、捉えられる映像が出来上がります。この場合、もう、球先、球の延長線上、なおかつ、カップの方向を景色として捉えている場所になります。はい、ちょっと失敗しました。もう一度行きます。左目、複眼、複眼が今ない状態。この場合は、複眼側の景色を捉えるために、主眼を複眼側に寄せなければいけません。イコール、左方向の方から球が出ます。
そうすることによって、向こうのアングル左折れの景色も片目だけで捉えています。はい、これが、片眼視ということで、ちょっとした見え加減の錯覚を補正します。これが四つ目です。以上、見え方の謎、時ですね。これが、できたと考えています。この後、各打ち方でボーラードをワンラックずつやっていきたいと思います。まず両眼視正体というところからやっていきます。この場合先ほども言いましたけど、球は常に2本、見えてることになったままついていかなければいけません。その2本が左右対称、棒、手玉に対して左右対称にあることを確認しながらやっていきます。ターゲットポイントに向けるために球が2本の幅で見えていますが、ほんの細い幅ですけども、はい、次に、これちょっと混み合っているので、2番からいきますかね。8番、これがあるので、10番のために8番からいきます。両眼視です。10番のためにって言いましたけど、これ10番なかったかもしれません。一応ギリギリあるので、10番もうやっつけておきましょう。やっつけた後は次に、2番になると思います。はい。次に、今20に見えてる左右対称にあることを確認してます。これは左アングルなので、ちょっと押して切り返してこっち出したいと思います。まず、この状態で2本見えてますよ。細くですが。このまま、左ひねりを入れます。はい、そちらに出ていきました。ちょっと難しくしてしまいましたね、これね。3番から行きましょうか。3番向こうのコーナー。両眼視ですね。で、まあこれイメージボールの位置に両目が、2本の球が同時に向かっていきます。次に6番でストップ気味でこっち見えますね。はい、両眼視です。で、ターゲットポイント、私のターゲットポイントに2本が向いています。これだと一番先ですよね。このアングルだと約30度、2本見えてます。この2本の真ん中が目標地点に行けばいいです。次に、これだとどっちを先にしましょうか。これ引いてここまで出せそうなので、引きましょう。これ両眼視で2本見えた状態で当てたいポイントに向けてます。
い、両岸市、日本に行きます。その日本の真ん中が狙っている場所というところに感じます。残念ながら、スペアですね、両岸市。ちょっと残念ですね。次に、両岸市の片目メイン、ということでいきます。私は最初に冒頭に言いましたけども、両岸市は旧が日本見えるので、それなりに制度がいまいち信用しづらい。まあ、私はですね、得意な人もいると思うんですが、私はそれがちょっと苦手です。なので、両岸市の片目メインという方になりました。今から、両岸市の右目メイン。右目メインですね。これでいきます。右目メインで、10番、4番狙いに行ったんですが、一応見えますね。はい、10番でストップ気味で3番、9番見えます。これ右目メインです。これが右目メインで9番狙いますね。あ、ちょっと待ってください。これは、この球をどう処理するかですけども、一応こっちからありそうですね。先に3番からいきます。右目メインなので、右に折れてるアングルなので、副眼側にちょっと寄せとかないと向こう感じづらい。はい、これで2番見えますね。右目メインですが、これは副眼側の目なので普通に見えてると思います、向こうの角度も。はい、次に、これは右に折れてます。右アングルと言いますかね。この場合右目ですから、向こうの景色、あまり振りがないので、これこのままでも感じ取れますので、右目メインで行きますが、ちょっと押し抜いて行きます。はい、これで1番が見えましたから、1番、これ左アングルですね。左折れですね。右目なので、通常の見え方で、副眼側の役目もできているので、そのまま行きます。はい、今度4番、これまっすぐ目ですね。これ右目メインのまま少し引きましょう。はい、今度9番、これは左に折れてますね。左アングルといいますか、この場合、右目でつきますから、通常の副眼側の景色も見えてますから、そのままダラダラ流しましょう。はい、これは8番向こう見えないので、ちょっと止めていきますか。右目メイン。これほとんどまっすぐですが、一応右に折れてるアングルです。なので、副眼側にちょっと寄せておいていくと、景色は全部感じ取れます。これが、右目主眼。次に、左目主眼ですね。
私はもともと左目が利き目なので、左目の方が得意でした。ですが、アイスイッチ理論というのを確立した時から、まあ、左右の視力差は比較的少ないので、両方使えます。ただし、視力は 0.5 と 0.67 です。すべてがぼやけて見える。乱視も入っているので、ぼやけて見えてますし、老眼なので手玉はもう30ぐらいに見えます。次は、左目主眼ですね。両眼視のうちの左目主眼です。これ、クラスターがありますね。危険です。まず、8番取るために左目主眼ですかね。多少角度をつけておきました。はい、うまくアタックできましたから、これでいいでしょう。これ左目主眼、右折れですね。右折れは左主眼普通に向こうの景色感じるのでそのままでいいです。次にこれ9番ほとんどまっすぐなので少し引きましょう。左目主眼。これで1番が見えましたから、6番も保険かけてきましたけど1番が有利になったので、1番を少し、お尻にですね、これは。はい、これで、3番から6番につながりそうですね。左目主眼。これで6番を狙えるというところです。これはどうしましょう。ちょっと引きましょう。7番と4番どちらかいけるように。はい、7番いけますね。4番もいけるし、2番もいけますね。この角度だと入っちゃったら嫌なので、こっちから行ってみます。左目主眼。はい、うまくいきました。これでストップショットで7番に繋がるという。まあ、気持ち引きでしょうね。はい、ほんの少しですが、左に折れてますね。左アングル。でもこれ、前圧でも入りそうなところなので、まあ、右の爪より1センチぐらい左狙ってます。はい、これが左主眼で、ついたワンダックでした。では次、これが私が、推奨しているアイスイッチメソッドということになります。これ次、左右、主眼を変えてついていきます。まあ、今ご覧になったように、どの見え方でも、つけるということは確かです。なので、その中のどれかを世界のトッププレイヤーも使っているんですね。まあ、それを、どういうふうに見えるのかという景色の違いというのを私は、そうですね、約7年前かな、ぐらいに、確立しました。それぞれの見え方がどういう錯覚を起こしているかということを、確認作業を完了しました。次、これアイスイッチです。ブレークは私、左が低めなので、ブレークは左でやってます、普段。まあ、右目でもできるんですけどね。今、左目主眼でブレークしました。これは7番が見えてます。4番も見えてます。
これ7番から行くと押し抜いて切り返さないとちょっとしんどいですね。これ左振りなので左目主眼です。ちょっと干渉しましたね。なので9番向こうになります。向こうになるけどちょっときついですね。これ向こうに行ったとして、これはアイスイッチです。右振りなので右目中眼でいきます。はい、うまく抜け出たと思いますが、6番一応ありますけども、山の行き場所待ちになりますね。これ右折れてんで右目主眼でいきます。はい、これ2番いけますね。2番行くとちょっと前出して1番狙いになると思います。これ左折れなので左目主眼でいきます。次は1番狙って4番言葉しになるかなというところですが、これは右折れてるので右目主眼でいきます。うまく言葉しましたね。これは左振りになって左折れですね、なったので左目主眼、これひねり入れてちょっと切り返します。気持ち出すぎた感はあります。私の感じてる。とりあえず3番ありますから、3番いきます。左折れてますから、左目主眼。はい、これでこのエリアに来てればどれかあるだろうと思ってきて、いいところです。これは右に折れてますから、右目主眼でいきます。気持ち、ちょっと引き、ストップないし引き。それで、8番いけますね。この状況だと、ここに引いてやるぐらいの気分が必要みたいです。右目主眼、右折れてますから、右目主眼。はい、なんとかいけますね。これまた右折れないので、右主眼です。はい、こういうことで、右目主眼。アイスイッチということで打っていきます。これで大体おおむね、できたわけですが、次に、まあ、片目、眼帯で、片眼視ということの見え方の補正、片目しかない場合に、どうしてもどちらかの振りが苦手になります。その苦手を克服するための一スイッチという言い方になりますが、補正します。どうしてもポケットの位置、まあカップの位置が見えづらいので自信を持ってつけないというようなニュアンスになるので、それを、目の位置を補正しながら、確認しながらついていきます。これは左目ですね。左目ですから、左目片眼視ということになる。この場合、複眼側の仕事をしなければいけないので、より、右目の方に寄っていきます。はい、これはラックがちょっときついですね。残念ですよ、きついです。ちょっと行き過ぎて3番見えなくなります。これ9番カットしかなさそうです。通常これ不安側の目なので、
向こうを見るために複眼側に寄せなければいけない。はい、うまく入ってくれました。助かりましたね。ここで次の弾がないですね。10番ですね。このクラスターなんとかやっつけたいんですけども、これコンビではなさそうなので、いつかアタックかけなければいけないです。10番、これ左振りですね。なのでこれは、通常左主眼なんですが、向こう感じづらいので、より複眼側に寄せなければ、カップの位置を感じないです。うまくいきました。ここで2番入れて、8番に有利なところですか、というところになります。はい、これで5番があるのと8番が向こうにあります。これちょうどアタックにちょうどいい場所なので、サイドにあります。これは左目でいきますから、右目のサブの仕事をしなければいけないので、より右目の方に寄ったところになります。はい、うまくアタックできました。これは本当にうまく助かりましたね。これで一回こっち出てきたいので、少し右目で、はい、うまく出てきてくれました。これだと3番行って、このエリアでどっちか狙えるかなというところに行きましょう。気持ち引き、これ左折れなので、左目しかないので、右目の役割をするために複眼が右目の方にちょっと寄せといて、向こうも確認しています。はい、ここら辺で止めたかったんですが、来すぎましたが、7番保険があるので、ここで行きます。このまま押して、ちょっと戻ってくると、5番がサイドに狙える場所ですね。これは気持ち、ひねり入れましょう。はい、うまくいってます。このまま、少し押していって向こうに狙えるところですね。おっと、外しちゃいました。簡単な球でしたが、これはどうしましょう。横に弾きましょうか。これでサイドを狙う。これは左折れてますので、複眼側に寄せて向こうを確認します。はい、残念ながらスペアでしたが、左目で、できました。次にそのまま右目でやります。残念ながらスペアでしたけれども、皆さんの誤解とか、錯覚とかの説明にはこれで十分だと私は考えます。この動画で、考え方などを参考にしていただければいいかなと思います。次に右目しかない状態、要するに片眼視右目ということになります。両眼視の正体がまず最初、その次に両眼視の主眼副眼ということでやって、片眼視の左まで行きました。これが最後、片眼視の右、ということになります。片眼視右なので、複眼の役目もちょっとしとかないと、転圧まっすぐは見つかりません。
一応まっすぐは当たりましたが、気持ち、ブレーキ弱かったですね。1番見えますから、1番から行きます。で、9番狙い。ということになって、7番は一応ありますね。まあ、7番狙いにしたいと思います。7番で前に跳ねましょうか。気持ち思ったより2番狙いたかったんですが、跳ねすぎました。一応10番ありそうですが、まあ危険ですね。やってみますか。うまくいきました。で、2番で、表に出しましょうかね。これで一応6は見えました。6が見えて少し前進すると4と8。8ですね。8も見えます。これで少し前出れば4と3、はい、4がいけますね。これで少し前に出て5番に振りをつけとけばなんとかなりそうですね。はい、これだと、ここら辺でしょうかね、したいところは。ちょっと強すぎました。これがアングル的に30度強ですかね。副眼紙側に寄っとかないと見えづらい。はい、なんとか出てきました。以上で、両眼紙の生態、両眼紙の主眼、副眼、それからアイスイッチ、その次に片眼紙の左目、片眼紙の右目、ということで、なんとか、まあ、ご説明できたかなと思います。はい、長い動画になりましたが、最後までご視聴ありがとうございました。